はい、改めまして、こんばんはでございます。獣神さんこと、東林斎でございます。皆様、いかがお過ごしでございましょうか。今日もね、録画のみの、なんですけども、収録してますのが4月の18日ですね。はい。前回と同じ日ということで、お気づきかと思います。2本撮りでございますが、張り切っていきたいと思います。はい。そうですね。ここ、近々の話題としては、今、4月の18日なんで、ちょうど、おとといというか、昨日というか、おとといになりますかね。水曜日のダウンタウンっていう感じでね、エルチキンライスというね、選手が、ドラゴンゲートに出たっていうね、やつやってましたけどね、あれ、すごいですね。すごいっていうか、なんというか、プロレスってすごいなーっていうのを改めて感じましたね。いや、プロレスに対する、もちろんあそこで紹介されてたのは、エルチキンライスという謎のメキシコから来たレスラー。正体は松本人志さんなんですけど、松本人志さんは非常に鍛えてらっしゃるね、体。謎のメキシコのマスクマンとして登場してもバレない説というのをね、やってたんですけど、その検証も面白かったんですが、やっぱ非常にプロレスっていうか、やっぱ生ものってやっぱ怖いなって思いましたね。怖いなっていうのは、なんていうかな。やっぱりプロレスってガチだなっていうかね、なんていうのかな。やっぱ生ものとしてはやっぱガチだよねっていうのは思いますよね。で、やっぱ一旦リングに上がっちゃったら、やっぱちょっと止めてね、こうカットしてなんてね、言えないし、生もね、お客さんも入ってるから、できない、流れに沿うわけにいかないですからね。そんな中で、やっぱシュートを仕掛けてくるというかね、松本さんの知らない段取りを急に始めるとかね、それでも急遽対応しなきゃいけないその大変さ、辛さ ねえ。いや、プロレ、じゃ試合じゃない部分も含めての話になっちゃうんですけども、やっぱ非常に、やっぱあれを、例えばプロレス知らない人が見たら、全然全くね、そういうことは感じないかもしれないけど、でも非常にやっぱり、よくプロレスってさ、八百長だとかさ、なんだとかって、非常にそういう世間の目から下に見られるというか、なんというか、ね、そういうなんか変な色眼鏡で見られる部分はありましたけど、あれこそガチンコだよね、ほんとね。松本さんがそれに、やっぱ対応できた部分とできなかった部分といろいろあったんでしょうけども、あれをさ、見て、バラエティ番組だから、もっと言えば、全部含めてやらせなんだって言われちゃえば、それまでだけど、番組自体がね、ちょっとそういうことで謝罪したこともあったけど、でもやっぱお客さん入れてやってる、プロレスという興行の中で起きることっていうのは、やっぱ、大きな意味で言ったら、やっぱ全てガチだよね、と思いました、やっぱね。それは見てて、そう思いましたよね、きっとね。やっぱ急にシーマ選手がね、じゃあ新人紹介するから、つって、ね、こいつはやるチキンライスや、つってね。俺なんかもう、ガチ以外何者でもないですよね。ほんとね。やっぱその後の、そこが松本さんいじりのコーナーで、その後が浜田さんをいじる部分みたいなのもありましたけど、あれも、ある意味ではシュートを仕掛けていった部分ですよね。でも、それに対して、別にね、浜田さんもね、きちんと成立させる試合を展開したというかね、あれもあれでやっぱり、感がね、なんかちょっと深いなというかね。何が言いたいかちょっと何にもまとまらないんですけども。でも、チキンレース面白かったよっていう話ですね。はい。
まあそんなとこでございまして、まあ今日は何をお話しするかと言いますと、プロレスリングノアの、長岡大会、これが3月の29日ですね、行われました。アオレ長岡というね、ところでございます。写真出していきましょうかね。はい。まあこういう場所ですね。まあちょっと変わった、こういう木のね、なんか、こういうデザインになってるんですよね。外観もこういうね、木、なんかもう木のこういうふうにあしらったやつになってまして。まあここはもともと長岡市厚生会館というね、いわゆる長岡城の城跡ですよね、ここはね、長岡藩、まあ、7万4000石ぐらいの、藩だったんですけども、江戸時代の話ですね、まあ、その長岡城の城跡に、長岡市厚生会館という、長岡駅前なんですけど、ありまして、それがまあ老朽化のために取り壊されて、アオレ長岡というね、新しい建物になったんですね。で、その際に市役所機能も移転してきた。市役所もついてて、いろんな、施設があって、その中に、体育館みたいなね、ところもあるというね、そういう複合施設でございます。はい。そこで、まあ、その厚生会館の時代からね、続くプロレスの興行の伝統も、受け継がれているというね、ことでございます。はい。そんなノアでございますが、今回はですね、鈴木軍が、出てるということで、この辺いろんな、ここには載ってないか。まあ、これの直前のね、シリーズでは、鈴木軍がね、ベルトを独占するような形になりまして、まあ、そもそもあれか、今年の頭ですかね、まあ、1.4 東京ドーム、新日本プレス終わって、で、その後、鈴木軍がね、ノアに出るようになりまして、で、ベルトを総取りしてるんですよね。GHC のヘビー、GHC ジュニア、GHC タッグ、GHC ジュニアタッグというね、4つのタイトルを鈴木軍で総取りにするというね、本当にショッキングな、ことに なってるノアファンからしたらね、ですけども、この長岡、それを受けてのこの長岡大会なんですが、やっぱ以前にましてね、お客さん入ってるような気がしますよね。やっぱその鈴木軍効果なのか。やっぱ鈴木軍ってやっぱすごい人気あったし、やっぱね、みんなほら、その鈴木軍の格好したりとかさ、ね、結構熱狂的な方が多くて、ね、やっぱそういうお客さんいっぱい来たのかな、みたいな感じのお客さん。以前のね、このアオレ長岡大会、1年ぶりになるんですかね、以前に比べて、やっぱり非常にお客さん増えてましたね。はい。まあそんな中行われたノアの大会。クワイエットストーム対熊野仁志ということになっておりますが、ストーム選手がこの、日の前日の後楽園ホール大会でですね、まあ、ストーム選手と、そして大原はじめ選手、そして、剣王選手が、正式に、ノアの所属としてね、入団するという、ことが発表されました。まあ、ストーム選手は、まあ、ずっとフリーとしてね、ノアに出てたんでしょうかね。まあ、その前は大阪の方に出てたりとか、まあ、その前はね、海援隊道場とかね、いろいろ歴史はあるんですけども。そして大原選手もね、まあ、まあ、レスリングニュークラシックをやめて以来フリーだったんですが、まあね、正式にノア所属と。そして剣王選手も、まあ、一応道のくプロレスに席を置きながら、まあ、ノアにもう全面参戦という形で参戦したんですが、まあ完全移籍ということなんですかね。椎崎人生さんとね、きちんとお話をつけたということでございます。ね、そんな、だから発表後初の試合ですかね。ストーム選手所属第一戦ということなんでしょうかね、これはね。まあ、何日付でそういう、人事的なものが動いてるかちょっとわかりませんが、まあ、発表された次の試合ということでございますね。やっぱストーム選手すごいですよね。私はストーム選手というと本当に火炎隊道場の時代、からね、ずっと見てますからね。まあ、大阪にいた頃はね、まあ、さすがにちょっと大阪まで、試合見に行くことはなかったんで、
その頃のストーン選手というのはちょっとわからないですが。で、火炎隊の頃もね、すごかったですもんね。あの、ストーン選手というと、なんだったかな。UWA ミドルのチャンピオンのイメージかな、やっぱり。インディージュニアのイメージじゃないよね。まあ、インディージュニアを大石選手とか、まあ、マドッカ選手とかもそうだったかな。で、UWA ミドルとかをね、ストーム選手が巻いてるイメージがあったかなっていう。本当に、カッパはそんなにない選手なんですけどね、本当に腕とかの持つさは本当すごくてね、なんかすごいノアに、今のノアにすごいマッチしてるんじゃないかなっていう気がしますね。なんか人気もあるような気がするし。さあ、これは、師匠譲りの、師匠に当たるのかどうかわからないけど、ジャストフェイスロックが技ですかね、これはね。で、そんなストーム選手がね、ノア所属になって、巡り巡って鈴木軍として、あの高見純子選手が、こうやってノアにね、出てるというのもなんか、巡り合わせですよね。まあ、かつてはね、カエンタに所属して、まあ、所属ではなかったのかな、わかんないけど、まあ、参戦しててね。で、大阪の方に流れていって、巡り巡って、ノアで、敵対する間柄としてね、出会うというね。まあ、まだ直接戦ったりとか、そんな、ストーム選手が鈴木軍と交渉みたいな感じには、一応なってはないのかな、わかんないけど。でも一応ジュニア枠でやってる選手ですからね。その、まあ、エル・デスペラード、そして高見忍選手がね、今、GC ジュニアタッグのチャンピオンですからね。まあ、ストーム原田組ですかね、去年、ジュニアタッグリーグでした組み合わせをすると。でね、退治する日が来たら、それはそれでまたなんか、こう、プロレスって数奇な、もんだなという感じがしますけどね。来ないかな、そういうの。あと、もうちょっと粘るとね、鈴木軍がこのまんまどれぐらい、ね、まあベルトを守ってる間は当然参戦するんでしょうけど、あ、ストーム選手カット終わりましたね。はい。でしょうけどね、まあいつまでこう参戦し続けるかわかりませんが、ジュニアタッグリーグのね、時期まで出てるとしたら、ね、ストーム選手と当たることもあるかもしれないですよね。ジュニアタッグリーグってあれか、そんなに後で夏頃やってるんだっけ、確かね。去年も確か、新日本でいうと G1 の頃にやってましたよね。それでライガー選手、タイガー選手もね。出てましたからね。はい。第2試合は、北宮光弘 VS 中島克彦ということでね、これはまあ、もともとの同門対決みたいなもんですよね。今、北宮選手はまあ、長期防軍としてね、活動されてます。この試合ではまだ、普通の髪型ですね。この後ね、まあ、新潟市体育館大会でまたノア新潟に来るんですけど、その時はもう髪型モヒカンみたいにね、してましたけどね。この日はまだなんですね。まあ、ソフトモヒカンみたいな感じになってますけどね。まあ、もともとはね、ケンスケオフィス、ダイヤモンドリングで、ね、切磋琢磨してた二人ですが、まあ、ノア、まあ、ケンスケオフィスはね、まあ、全日本最初出てて、まあ、その後ノアにね、移ってきて、で、まあ、ケンスケオフィス自体は、まあ、名前を変えてね、ダイヤモンドリングとなり、まあ、ケンスケさんが引退とともに、まあ、ほぼ活動休止状態というか、所属選手もみんな辞めたんですよね。で、中島選手だけ一応ダイヤモンドリングとして、まあ、残ってるという形ではあるんですけどね。まあ、ほぼみんな、ノアだったり、あと全日本に行った人もいましたね、そういうのね。
で長期防軍としてね、まあ、北部選手やってて、でこの後のまだ開幕してないですけど今の時点では、ノアのグローバルタッグリーグ戦というのが、あるんですけども開催されるんですが、そこでは、森島選手とね組んでエントリーしていたんですが、森島選手はちょっと怪我ですかね、どこで一体いつ怪我したのかちょっと詳しいことニュースまだ見てないんですけども、怪我により負傷により欠場するということで、リーグ戦的にはどうなってしまうんでしょうね。不戦敗になってしまうのか。まあ、あとは昔ね、2年ぐらい前ですかね、グローバルタッグリーグ戦、丸藤選手がね、怪我でそのリーグ戦を1試合か2試合、公式戦を行った段階で、リタイアしてしまった際にはね、小峠選手が代理出場みたいなこともありましたからね、森島選手の代役みたいなのをリーグ戦で立ててくるんでしょうかね。まあ、もしかしたらもう全部ね、不戦敗になっているかもしれない。ちょっとわからないんですけど、ね。せっかくね、まあ、またこの後の話なんで、ちょっと先走っちゃうかとなっちゃうんですけど、そのね、この後の新潟市体育館大会ですね、まあ、鈴木軍との戦いだったんですよ、長期防軍が。6人タグだったかな、マイバッハ、北宮、森島でね。で、まあ、試合は KES とベンジャミンでやったのかな、確かね。それで、試合後にね、マイクで、まあ、何言うのかなと思ったら、まあ、マイバッハ、お前は、まあ、そのマイバッハ2号っていうのを組むんですけど、まあ、そいつとね、じゃあ、お前は頑張れと。お前はいいよ、って。で、北宮と。で、今日の試合なんだ、お前は。ね、これでタグリーグ戦戦っていけるのか、ね。今日の前0点だ、つって。もう結構きついダメ出しをそのリング上でしたんですよね。まあ、その人、みんなが見てる前でね。あ、結構、森島選手きついこと言うなっていうか、まあ、それだけ意気込みがあるんだなと思って見てたんですよ。と思ったら、負傷欠場ということでね。要は非常に気合が入ってて、その北宮選手に対する、まあ、嘆きなのか期待なのか分かんないけど、とにかくそうやってダメ出して気合入れてた。ね、なんか結構熱いところあるんだな、森島選手と思って見てたんですけど、ね、欠場になってしまったということで、まあ、ちょっと残念ですよね。まあ、そういう姿を見てただけにね、でもそういうリーグ戦にかける意気込みみたいなのがあったみたいですからね。うん、さあ、中島選手、蹴っていきます。中島選手の蹴りは、本当おかしいぐらい、なんか音がすごいですよね。バチェーンってのね。さあ、キック、側頭部に入りました。さあ、これで決まるか、カバーに行きます。3ですね。はい。ちょっとレフリーの止めに入りましたね。ちょっとやばかったですかね。側頭部入りましたからね。でも結構中島選手もきつそうでしたね。こうやって胸板というか脇腹というか押さえてますからね。結構ダメージがあったでしょうかね。お腹気にしてますね。はい。そして次、これも私、拝見するのは初めての方ですね。キャプテンノア、そしてスペルクレイジー VS ザクセイバージュニア小川義成ということで、この緑色の人がキャプテンノアさんですね。入場曲はキャプテンニュージャパン選手の曲と一緒でしたね。まあ、ただ冒頭の私の名前はキャプテンニュージャパンだっていう、あれはなかったですけどね。なんて言ってたかな。まあ、なんか英語でなんか言ってましたね。はい。で、曲は一緒なんですよ。テレレン、テンテンテンテレレン、テンテン、テテレレン、テンテンテンテレレン、テン、っていうね、あれは一緒でしたよ。テー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 。ね。で、まあ、キャプテンノア
まあ、キャプテンノア、まあ、厳密に言うと2代目キャプテンノアですよね。キャプテンノアっていうのは、まあ、もともと、あの、先代のキャプテンノアのね、あの、オールトゥギャザーの時にね、キャプテンニュージャパン、キャプテンオールジャパン、キャプテンノアというね、あの、6人タグ戦で登場したのが、もともとのキャプテンノアで、まあ、この方は2代目ということで、おそらく2代目、特にそういうふうには言ってないけど、まあ、先代の方とはちょっと、なんか若干雰囲気がね、違うんでね、まあ、なんか、ちょっと、をしてますけどね。結構アメリカンプロレステイストなんでしょうかね。リック・フレアとか、ああいうのが、もしかしたら、あ、リック・フレアですかね、もしかすると。ね、中身がね。で、あと、レガースを足につけてるんですよね。この緑色のね、このレガースつけてますんでね。もしかしたらそういうキックの立つ、キック系の選手なのかもしれないですね。ねえ。レガースをつけてるというのは、結構レガースをつける選手というと、結構絞られてくるんじゃないですか？誰でしょうね。レガースをつけてるような選手。キャプテンのは、まあ、かなりの実力者のようではありますけども、キャプテンニュージャパンの選手と比べるとやっぱ一回りちょっと体小さいのかなという気はしますね。このスペルクレイジー選手と比べてもスペルクレイジー選手の方が大きいですもんね。キャプテンノアっていうぐらいですからね、ノアの所属の方なんでしょうね、きっとね。ノアの所属でこういう方いましたかね。もしかしたらあれですかね、本当に新人とか、そういう方なんでしょうかね。その正体がわからない。ね、まあそういう新人だとわかりませんからね、本当ね。例えばほら、今の4代目のタイガーマスクなんていうのは、まあ、デビュー前はね、プロレスやってないわけですから、まあ格闘技をちょっとね、やってて、で、もうプロレスデビューするときはもうすでに4代目タイガーマスクだったんでね、まあ今更ね、中の人出てこられても、うん、どちら様ですかっていう状態ですよね。もうデビューが4代目タイガーマスクですからね。だからそういう状態なんでしょうかね、もしかするとね。我々の知らない人が、ね、ノアの人が、ね、キャプテンノアになってね。さあ、タッチに行きますが、届くか、届かないですね。さあ、サフボのストレッチ、捉えていきます。切り返して持っていくドロップキック。さあ、そして場外飛んできましたが、ここは避けられてしまった。さあ、小川選手、振り回していきます。でもだいぶ腕を絞ってますね。ここにちっこい攻撃得意ですからね。ザク・セイバージュニア選手はかなりテクニックがありますからね。さあ、絞り上げていく。スマホを倒していく。これかなり腕決め、肘狙いですかね。さあ、絞っていきます。でキャプテンノアはね、一応、その初登場の後にね、ノアの選手がこう全員集まって、こう、決起集会的な記者会見があったんですけど、そこでも継続参戦するとね、言ってて、で、こういうね、地方興行にもきちんと参戦してますけど、もう巡業普通に回ってるんでしょうね。っていうことは、やっぱりノアの選手なんでしょうね。
そうじゃなきゃね、他団体の選手だったら、自分のね、主戦場の、試合とか休まなきゃなっちゃいますからね、そういうわけにはいきませんもんね。さあ、クローズライン、2連発、だいぶ雄たけびを上げてますね。さあ、後ろから、ダブルの攻撃。ここはキックで返していく。そして足を掴んで、ここは避けた。チョップ。チョップが得意なんですね。あ、こう、知らない間に海外とかに行ってた選手とかなんでしょうかね。一応日本人みたいではありましたね。なんか言葉発してたような気もしますけど。外国人という可能性もあるのか。ねえ、全くわかりませんけどね。なかなか難しいですよね。だってね、そのさっき話したエルチキンライスだってね、正体が松本人志ということは、会場の人には全くバレてませんでしたからね。さあ、これは、あれですかね、陸東郷さんとかが得意としてた、高見直選手とかね、よく使うあれですかね。割とそっち系の選手、あ、海援隊とかそういうところの選手かもしれないですね。海援隊だったらね、土曜日試合出ればいいわけですからね。その平日は、のは出ますよね。まあ、これ日曜日ですけど、この試合はね。さあ、リズムを取ります。なんかちょっとスイートチーミュージック的なことでしょうかね。だいぶアメリカかぶれな方なんでしょうかね。アメリカ人かもしれませんね。朝、アインジークラッター。そうですね。スペルクレイジー。ね、まあ、この人はメキシカンですけど、まあ、元 WWE ですからね。ECW でおります。そういう、その訓練ということは、そういうアメリカの血が流れてるんでしょうかね。アメリカの人でしたらやっぱりリック・フレアね、必ず憧れますし、そういうところがあるんでしょうかね。もしくはリック・フレア本人かもしれませんしね。さあ、フライングヒールキック。扇が開きます。さあ、場外を追いかけていきますね。さあ、これは場外ムーンサルトいきますか？場外ムーンサルト。スペルクレイさんは、もう、いくつになっても飛びますね。すごいですよね。本当に2階から飛んできたりしますからね。さあ、ここも、ムーンサルトいきますか。ムーンサルト。あ、ここは、避けられたか。さあ、そして、パワーボムは切り返された。指がため、回転指がため、これは返していきます。さあ、それで嬉しいですね。嬉しい、捉えていきます。さあ、キャプテンのワンカットに入る。ここは避けて逆に丸めていきます。ここを返す。さあ、腕を締めていきます。ここはしつこいぐらいにいきますね。肘がおかしくなっちゃうね、こんなん。さあ、捉えていって、空車式のバックリーカーはかわしていった。そしてフロントに投げていっての嬉しい。これはうまいですね。流れるようだ。さあ、これはどうだ。これは耐え、あ、これはもうギブアップですかね。はい。ザクセイバージュニア選手が取りましたというところでございます。はい、どんどんいきましょう。さあ、そして、長期ボムが出てきましたね。マイバッハ、森島選手。そして対するは米選手と小峠選手ですね。ブレイブ。
さあ、だいぶこうなると、小峠選手、分が悪いですね。2人ともこうヘビー級、かなり大きい方のヘビー級ですからね。小峠選手、ちょっと大変分が悪いでしょう。ね、その代わり、米選手が頑張らないといけませんね。さあ、いきます。米選手もあれかな、タッグリーグでは、大ちゃんさんが、とね、一緒に組んでくれたかな。トクロズライン。さあ、バックルも。これいきます。これは。ツーで返す。森島選手はどこを怪我したんでしょうかね。結構怪我の多いイメージがあるというか、結構長期休んだりしますよね。でも長期防御的には結構ね、厳しいというか、痛いところなんじゃないですか。やっぱり、本当森島選手を中心にね、やってますからね。ドンですからね。どれくらいで復帰できるんでしょうかね。その間はジュニアの2人が引っ張っていく形になるんでしょうかね。まあ、あんまりマイバッハ選手がね、こう引っ張っていくっていう感じではなさそうですからね。さあ、ボディープレス。これは小峠選手にとってみたら非常にきついでしょうね。もう体格差ありますからね。さあ、バックに上げて、切り替える、ここは返していく。これはジャーマンか投げられない。さあ、出したところをひっくり返していきました。さあ、井上選手。さあ、こんなに狙うか。わあ、聞くと愛される。ありがとう。さあ、キックがありますからね。さあ、ポーズを決めて、これはジャーマンで投げようかというところですかね。この大きい森島選手を投げ切れるか。どうですかね。さあ、バックエルボー、エルボー。さあ、プルプル走った。ありがとう、カウンターで、ありがとうというか、もう、ネックブリカドロップのような形で、ね、チョークスラム的なネックブリカというかね、変わった形でしたね。特別な技の名前があるんでしょうか。そして、スパインバスター。そこを返していく。それはブレイブとしてもね、負けられないしね。岩田選手の立場というものもありますからね。立場というか、やっぱ地位向上のためにも、ここは倒しておきたいというところでしょうかね。さあ、チョップ。さあ、ここはヘッドシザーというかタランチュラのような形でかけていってますね。ロープの反動をこう利用したしながら、まあ厳密に言うところ反則になるんでしょうけどね。さあ、チョークスラムが出るか。さあ、返していきます。
パワースラム。さあ、何を見せるか。戸辺選手はコーナーですかね。さあ、ありがとう。さあ、もう一丁いきますかね。ありがとう。さあ、もう長期戦でしょうか。ここは頼り変えた。エンズイ。あ、ここは森島選手、カットに入ります。さあ、ここで、マイワッハ選手、一気に決めにかかるか。ここは逆に、ジャーマン、対応を入れ替える。これは、顔、てか、お腹顔してるんで、ジャーマンのダメージはほとんどないですよね。こっちは投げられてます。さあ、ありがとう。さあ、そしてマイバッハボムでしょうかね、これはね。マイバッハボム。さあ、これで3つですかね。はい。マイバッハボムで小峠選手から取りました。ということでございます。まあ、森島選手ね、怪我はちょっと心配ですけどね、どんな感じなんでしょうかね。欠場しなきゃいけないぐらいですからね、とりあえずは大変なんでしょうかね。さあ、そして、次が、平柳玄馬、原田大輔、杉浦隆 VS、ジョナロック、シェーン・ヘイスとマイキー・ニコルスということですね。まあ、TMDK というとね、シェーン・ヘイスとマイキー・ニコルスというのはね、のタグチーム名かなみたいな感じでなんか昨今語られてますが、もともとは、オーストラリアから来た留学生のチームの名前だったんですよね。で、このジョナロック選手、今出てないけど、黒人じゃないか、ちょっと大柄な方なんですけども、その人ももちろん TMDK なんですよね。はい。この日が、このシリーズでは日本ラストマッチということで、帰国前最後の試合ということでしたね。はい、この試合を最後に、まあ、帰国して、まあ、また次のシリーズとか、来るんでしょうけどね。はい、さあ、シーンが打っていく。だいぶ髪がなんか伸びたような気がしますね、シェーンね。さあ、落ち着けていきます。そうですね、杉浦選手のエルボーは面白いですね。振り抜き型じゃなくて当てに行く感じのエルボーなんですね。押し込むというか、振り抜くじゃなくて押し込む。さあ、マイケル・イゴース。ありがとう。これはスライディングリードなポジションでしょうかね。これにはさすがに怒ったか。さあ、この光選手も来ましたけども。チャンピオンありますよ。腕を締めていきますね。よく、逆に切り返す。さあ、ヘッドロックです。こっちがね。さあ、こんなパットを。こっちも高いですね。さあ、やっと出てきましたね、ジョナロック。ちょっとサモア系的な方なんでしょうかね。ちょっとはっきりとはあれなんですが。白人ではないですね。有色人種の方ですよね。
さあ、ゲンマ選手。さあ、ぶつかっていきました。ジョナロック。ちょっと体格差ありますね。気合入れてますね。盛り上げていきます。さあ、ぶちかまし。これはちょっと、分が悪かったか。まあ、誰と、ね、TMDK3 人と誰とやっても、まあ、分は悪いんでしょうけどもね。体格差がね、いかんせん。仕方ないですよね。さあ、ぶつかっていきます。さあ、その逆を、股間を打ってますね。この鉄柱を軸にこう足を引っ張った感じですかね。現場さんがやられてしまいましたね。さあ、試合進んでおります。現場さんがちょっと捕まる展開でしょうか。ストーリングを落としていきます。さあ、そして、そうするよし。ゲンバ選手も、わあ、だいぶ捕まってますね。そう。腕を踏んでおいて、これは何が出るのか？マッスルポーズ。見せ場だったんですね。特に技ではなかったと。さあ、持ち上げていきます。森サム。さあ、挑発してますね。さあ、タッチをして呼び込みます。さあ、もう一発ボディスラム。チームワークはね、いいですよね。TMDK はね。さあ、このジョナロックです。ね、今回の日本遠征のね、最終戦ですからね。かっこよく決めたいところですよね。さあ、だいぶ捕まってますね。このボディスラムも何回食らってしまったんでしょうか。さあ、担ぎ上げて、ここは体を入れ替える。逆にこれは股間を握りしめていってるんでしょうかね。これはちょっとそのまま股間を掴んでのバックドロップ。さあ、なんとか逃れてタッチに行けるか。原田選手ですかね、次はね。出てきますか。タッチ。さあ、原田選手もね、ジュニアの枠の選手なんですが、この大きい人たち相手に、まっすぐ行ってますね。さあ、かわしていきます。すごいぶちかまし、ぶちかましていきます。さあ、マイキーが代わりに入ってきましたよ。さあ、こんなに振っていきます。キックで返す。さあ、バックドロップというか、あ、コーナーにね、立てかけておいて、もう一人。さあ、ダブルで立てかけられますかね。さあ、耐えていきます。さあ、体をかけさせない。逆に
男たる入れ替えて音ぶつけていきます。さあ、ここで改めて2人ね、立てかけですね。ちょっとジョナロック選手がいて、宮澤さん、さあジョナロック選手を蹴散らしておいて、さあ準備は万端ですね。ここに串刺しのドキック2人まとめてですね、これはもう一連のムーブですよね。さあ片山ジャンマ投げられるか。さあエルボーで打っていく、ローリングのエルボー打ちつけていきます。さあ昇竜拳ですね。昇竜拳で返していった。そして今度はジョナロック選手が入ってくる。昇竜拳で流れをつかみ取ったんですね。流れを変えましたね。さあこれまたさっきの人たち以上に体格差があるようですけども、さあ、エビがためは逆にお尻が降ってきた。さあ、たまず杉浦選手が出てきてカット。さあ、ここは、コルバタで投げていきます。ハリケーンラナー。さあそして杉浦選手出てきました。顔面キック、キックで攻めていく、串刺し。さあそしてブレンバスターでしょうか。ブレンバスターを投げていきます。ジョナロック選手級でもこうね投げていくんですね。おといったところでちょっと画像の読み込み直しが必要ですね。少々お待ちくださいね。1万枚をね、超えてくると、再読み込みが必要ということで、今日何枚あるんだろうな、そもそもね。どの辺かな。この辺かな。よいしょ。杉浦選手とジョナロック選手がやり合ってるあたりでしたね。はい。はい、こんなんですかね。はい。さあ、カウントに行きますが、これ返していく。杉浦選手もかなり上半身すごいですね。さあ、ロープからもう一発いきますか。ラリアット、ここはカットに入ります。さあ、今度は担ぎ上げて、さあ、エルボー。攻撃に膝、きっちりしていく。そして、ジャーマン。さあ、決まるか。こう返していきます。さあ、そして、流れが変わって、ゲンバさんですね。そして、こちらは、マイキー・ニコルス。さあ、エルボー、避けていく。さあコーナーに、あっと逆に返していった。かわして、さあそして、
ブルーンバスターで投げますか？いけますかね？さあ、体格差だいぶあるけど、逆にタイムに変えて、膝蹴り。オーライ振っていきます。さあ、ブレンバスターは、結果、お、逆に投げていった。すごいですね。さあ、そして、コーナートップからですかね。ミサイルキック。さあ、流れを掴んでいくか。トレイン攻撃、串刺し、つば攻撃ですね、これはね。さあ、寝かしておいての、うわ、すごい、杉谷選手の膝。これは強烈ですよね。さあ、裏投げですかね。投げていきます。スルベックス。これカットに入ります。さあ。さあ、腕を上げました。これは昇竜現場に行くぞということでしょうかね。さあ、掴んでおいて。さあ、昇竜現場でしょう。おっと、これは捕まえてしまった。おっと、これをこのまま。スモールパッケージ。スモールパッケージどうか。ああ、返されました。今のもですね、あ、そちらありがとう。グッドライン。じゃあ、二人がかりでいきますね。これ、決めにかかってきてるんでしょうか。コーナーに振って、串刺しでしょうかね。ありがとう。串刺され、ありがとう。もう一発。さあ、そして、トナロック。さあ、倒れてるところに、エルボーでしょうかね。打ち落としていきます。さあ、杉原選手が入ってきたところ、カット分断していきます。原田選手もですかね。さあ、マイキーボムはいける。そして、マイキーボムでしょうか、マイキーボム。杉原選手に食らしていった。さあ、決めるぞということでしょうかね。さあ、控えの人間たちを蹴散らしておいて、権利的にはまだ玄馬選手なんですよね。玄馬選手をじゃあ仕留めていこうというところですかね。さあ、ダブルのこれは何になるでしょうかね。わっと、ダブルでここを掴んでいった。これは厳しい。ですが、ここでダブルのリフトアップ。なんか祀られてるみたいですね、なんかね。なんかもう彫刻、なんかの、そういうアートみたいですね。リフトアップスラムってことでしょうかね、ダブルの。さあ、これで決まりましたか。これ、名前あるんですかね、この技の名前ね。あ、サンダーバレーという技なんですね。なるほど。はい、ということで、おりました TMDK でした。さあ、セミファイナル、お待ちかね、鈴木軍登場でございます。エルデスペラード、飯塚崇バース、大原はじめ、拳王ということで。まあ、一応これがジュニアタッグの前哨戦ということになるんですね。エルデスペラード、高道の組というのが今チャンピオンで、新潟市体育館大会で挑戦するのがこの大原はじめ、拳王というね。改めて、その前日にね、この正式にノアの所属になったということでね、まあ、意気込みも変わってくるでしょうね。まあ、長期防軍ではあるんですけども、やっぱノア、ね、まあ、今までは、散々ライガー、タイガー組とかね、そういう外敵相手に戦ってきたはいいけど、ね、ノアに出てるけど、ノア所属じゃねえじゃんっていうような意見もあったんでしょうかね、わかりませんけども、ね、晴れてノア所属ですからね。外敵と、ね、こうしっかり向き合えますよね。で、エルデスペラード選手は、この長岡で試合をするのはおそらく初めてですかね。どんな気持ちだったんでしょうか。まあ別に、どんな気持ちでもないかもしれませんが、普通と変わらないかもしれませんけどね。
デスペラード選手見たのは久しぶりのような気がするね。1月以来ですね。さあ、飯塚さんがね、なかなか。飯塚さんはこの前哨戦的には関係ない人なんですけども。ね、飯塚さんだけヘビー級でね、あれですね。飯塚さんはちゃんといつも通り、入場の時とかちゃんと暴れてましたよ。さあ、場外でね、暴れますね。場外戦になってきましたよ。剣王選手を引きずり回しております。これかなり私のもう、これはもう近いところで来てますね。ね、場外に椅子を使っております。さあ、デスペラードさん。挑発していきますね。試合がほとんどデスペラードさんが組み立ててるという感じですかね。飯塚さんは、まあ、飯塚さんがまあそんなにシャシャリ出るまでもないんですかね。ヘビー級というのもあるし、前哨戦も関係ないですからね。まあ、ただその分本当にデスペラードさんはね、チャンピオンとして頑張らないといけませんね。やっていきます。さあ、飯塚選手もね、かなりやっぱね、ラフに行きますからね、すごいですね。さあ、足を押さえつけていきます。これは鈴木軍の他のメンバーはセコンドついてないですね。まあこの次の試合もね、控えてる試合前ということで、やっぱそういう場合は来ないんですね。いや、野球の監督みたいになんかレフェリーに抗議してますけどね。後ろに手を組んで、お、手を出してますね。よくないですね。さあ、押さえつけていきます。あまり地味にしてますが、いいんですかね。まあ、その間にレフェリーが見てないところで飯塚さんが反則をするという、そういう流れですね。紐で締めてますね。さあ、打ちつけていきます。エル・デスペラード選手と大原はじめ選手がぶつかるっていうのも、なんかこう、なんていうんですかね、まあ、お互いこう、源流がね、メキシコにある者同士でね、でお互いこう、やっぱ CML でね、活動した選手ですからね、年齢的にはそんなに変わらないと、同世代といえば同世代なんでしょうけども、まあ、大原さんの方がだいぶ先輩だよね、多分ね、プロレス的にはね。ちょっと揉めておりますが、その間にまた飯塚さんがいろいろやってたのかな。さあ、ツーで返す。割とだいぶ飯塚さんがいるおかげでこうやっぱ攻め込んでますね。さあ、剣王選手キックでいく。剣王選手キックもすごいですからね。避けていったところにスピンキック。
サイズの選手を投げていきますか。いけるか。さあ逆に伊豆選手を投げていくが、ここはタイムリーかで後ろに回った。そしてそのと。ああ、ここはマンハッタンドップで返していきます。さあ、タッチしていきます。エスペラード選手、いいですね。さあ、お尻を叩いていく。だいぶおちょくってますね。さあ、頭をちょっと撫でるように叩いていく。さあ、キックでこれは強烈。さあ、ロペを振って、口出し攻撃。さあ、ここを抱え上げていきます。あ、膝に落としていったんですね。さあ、そして、上からケモサチが降ってきた。波動攻撃。あ、ここは、同士打ちを狙っていきました。ぶつけていきましたね。さあ、そして、スピンキック。デスペラード選手もああいうのやるんですね。さあ必殺技を狙っていきますかね。チョップ串刺しですかね。一緒に、飯塚選手と一緒に串刺し攻撃でしょうか。タイガー見せていくスプラッシュ。さあここも行きます。飯塚選手、そこはスピアで倒していく。ここはカットに入ります。さあそうそう決めに行きますか。分断しておいてチャンスですね。お、ここに剣王選手を割って入ってきます。これはしない攻撃ですね。さあ、同士打ち危ない、どうか。あ、逆に後ろから飯塚さん行きましたね。同士打ちになる前ですね。飯塚さんが締めていきました。さあ、チャンスですね。慶応選手を抑えているうちに、大原選手を仕留めてしまいたい。カウントを返していく。さあフィニッシュでしょうか。フィニッシュ宣言か。リターラーでアンフルでしょうかね。投げていくんでしょうか。さあ立ち上がってこない。さあ首をかき切って、おっとここ脇固めからのラマヒストロですね。うん、これで3つか。あ、ギリギリ返したようにも見えたんですが、これでいいですかね。かなり、ね、何が起こったかちょっと戸惑ってる状態でしょうかね。かなり錯乱状態でしたね。やっぱ、ね、慶応選手もね、こうなんか挑発気味ですね。やっぱりあれなんですかね、こうやっぱああいう決め技というか、本当にラマヒストラのようなああいう技決められてしまうと錯乱してしまうんですね。かなり頭を押さえて、まあ、チャンピオンとしてね、自分が直接押さえられてしまったというのはやっぱ多少ないでもショックがあったんでしょうかね。まあ、飯塚さんは早々にどっか行ってしまいましたね。そういう人なんですね。はい、錯乱状態の、エル・デスペラード選手でした。はい、そしてメインですね、この鈴木軍対ノアということで、またデスペラード選手引き続き登場でございます。試合はね、含まれてないんですけど、高道の区対地鈴木みのる VS、石森対地斉藤明俊丸藤直美氏ということですね。まあ、この日はあれですね、まだ他の外国、KES とかベンジャミンはね、まだ来日してないんですね。さあ、これまた、
で、GSC のジュニアの前哨戦として、まあ、次に挑戦するのが石森太一ということでね、太一対石森太一というね、こうなんか、夢のようなカードというか、まあ、太一さんね、全日本プロレスでデビューした頃は、石狩太一というね、リングネームでやってまして、非常に石狩太一と石森太一っていうのは、なんかこう、当時ややこしい名前だなと思って、二人のことはそんなに認識としてなかった頃は、あまりネーミング上の区別はついてなかった時代もありましたね、そういえばね。なんか、その石森選手はね、当然、メヒコからこう来てるわけですけども、だから太一選手もなんとなくこう、メヒコの人がメヒコから来てるのかな、みたいな、なんか同類感覚でいたんですが、別にそこは繋がってないですよね。別に、ウルティマドラゴンの教えは受けてないですからね。はい。全日本プロレスでデビューしております。でね、この石狩太一っていうのは、当時その全日本で三冠とかで絡んでた当時だったんですかね。橋本真也さんが付けてくれたリングネームなんですってね。その出身地の地名と、まあ本名の一部をこう組み合わせて作ったんですってね。ね、黒毛和牛だとかじゃなくてよかったですね。ね、石狩太一。で、今太一、現太一選手ですね。ね、それが今 GH ジュニアのシングルのチャンピオンですけどね。すごいもんですよ。さあ、丸藤選手。そして、ヘビー級の方は、まあ、鈴木みのる選手が今 GSC のねヘビーのチャンピオンで、次5月ですか、挑戦するのが丸藤選手ということで、まあ、両方ともこう前哨戦をね、含んでるということですね。まあ、ただジュニアのねタイトルマッチはもう本当直前に迫っているんで、もうキンキンということですね。あ、キンキンといえばね、相川欽也さんが亡くなられたなんていうねニュースもありましたね。そういえばね、プロレスとはあんまり関係なかったかな。はい。石森選手。すごいですよね。トップ戦線でやってるのすごいですよね。さあ、石森選手は飛んできますか？お、ここは高選手が邪魔していきましたね。さあ、場外では、ミノルさんもやり合っております。そして、エルデスペラード選手もね、セコンドしてる、加勢しておりますね。打ちつけていきます。憎たらしいぐらいに素晴らしいヒールですよね、鈴木君ね。さあ、セコンド原田選手も入ってきましたね。さあ、セコンド同士が乱闘する状態ですけどもね。さあ、そして太一選手が、これはゴングを鳴らす木槌ですね。やはりよく彼は使いますよね。さあ、木槌攻撃。木槌でこう締め上げていってるんでしょうかね。まあまあ、実際苦しいですよね。セコンドが抗議してますね。木槌を使っているのと。で、西永レフリーがね、またこの鈴木に対して結構厳しいというか、
ベルトをね、放り投げたりすると、すごい怒るんですよね。バケツをかぶしてますね。リング下になったバケツですね。さあ、バケツからさらに足で押さえつけていきます。デスペラード選手はフォームがいいですね。これ体柔らかいんですよね。試合中もね、股割りのムーブをやったりしてね、こうペタンと足がつくんですよね。さあ、蹴っていきます。さあ、フライングの嫌からの、サッカーのキック。これ返していきます。ちょっと石森選手が捕まる展開ですかね。さあ、フライングウェア投げていく。さっきと同じ展開です。今度は前から蹴っていきますかね。お、途中で、これはあれですかね、丸藤選手か誰かが割って入ったっていうことですかね。あ、ロープこっち側ですかね。あ、蹴っていきます。さあ、蹴りで押さえていきますね。3人がかりで悪いですね。スペア選手が割って入ってるうちに、まあ、例のスリーカウント、途中で勝手にレフリーがいないのに、高選手がね、3つ数えるなんていうね、やってるんですよね。まあ、当然認められませんけど。さあ、そして、タイ選手が、ね、パンツを脱ぎましたけども、これはフラツー。高選手のキックが決まりましたかね。さあ、続いて返していきます。さあ、ここはタイルに変えて、ツーブストーンでしょうか。あ、逆に、タイルに変えて、膝を打ちつけていく。さあ、ここはカットタッチに行かせません。まあ、タッチ行ったんですね。アルフィ選手でいきます。アルフィ選手もね、ちょっと得意としてますからね。もしかしてキャプテンの翔太でしょうかね。チョップといえばね。じゃ今日1日2試合ってことですかね。大変ですね。サイドを食らわしていきます。ラリアットを打ちつけていく。さあ、目つぶしはかわします。呼ばれていました。チョップ。つけていきます。ミノルさんね、直接対決ですね。ミノルさんとマルフィさんね。さあ、キック。だいぶミノルさんはかなりやっぱこの練習からだいぶ絞ってますよね。体がね、シャープですよね。だいぶなんか、まあいい意味ですけど、ちっちゃくなったなっていうかね、絞ったなって感じですよね。まあもうちょっとね、ぽっこりお腹出てましたからね。まあ逆にそれはそれでプロレスラーらしかった部分もあったんですけど、さあスリーパーで締め上げといて、これはゴッチ式のパターンでしょうか。さあゴッチ式いきますか。これが決まればもうね、なかなか返せないですけども、このくらいたくはない。さあ逆にリバースで返していきます。さあ引く。さあ、この選手も引く。さあ、顔面蹴っていきます。トラスキック。さあ、張り手。あとはスキック、スピンキックですかね。どこもデスペさんがいま
したけどさ、秋吉さん。秋吉さんですね。秋吉さんもまあ、今のあの勝負ですからね。まあ、ノアといえば、その、この前日ですかね、コロケンホール大会があって、高山シード選手がね、まあ、高山シード選手は、まあ、以前は鈴木軍として、まあ、新日本でね、行動してたこともあったんですけども、やっぱこの構想に関しては、やっぱ、ノア側につくということでね、あの、この前、コロケン、この日の前の日のコロケン大会でもね、あの、ノア勢に加勢してましたよね。やっぱ、まあ、高山さんもね、ノアの旗揚げメンバーの一人ですからね。さあ、お迎えしていく。エンゼイ。私、もう一回見たい試合で、新日本時代の斎藤明俊対ドンフライっていうね、異種格闘技戦があったんですけどね、それもう一回見たいな。確か結構ドンフライがね、いろんな選手を、まあ、ちょうど猪木さんの引退より前ですね、98年、97年ぐらいかな。ドンフライ対藤波辰巳とかね、ドンフライ対斎藤明俊とかね。かなり当時の斎藤明俊選手からすると抜擢された感じの平成新軍の1位になったんですけどね。さあ、椅子攻撃を食らってしまいました。さあ、スリーパーで締め落としておいてのゴッチ式のパターンでしょうか。さあ、行きますかね。さあ、だいぶちょっと力抜けてきた。さあ、ゴッチ式決まるか。さあ、あ、レスピさんとかがね、周りを全部押さえとけということなんでしょうかね。さあ、カットに入れないとなると、これは厳しいゴッチ式。ちょっとやっぱ、秋吉さん重たかったですかね。ゴッチ式までは、これはもう返せなかったですね。鈴木軍が、勝利いたしましたということでございます。試合後も、もう鈴木軍はね、やりたい放題、暴れ放題でしたね。まあ、そして、まあ、そんな鈴木軍に対しては、本当やっぱ、あの、長岡、あおれ長岡、長岡のね、ノアファンもね、ブーイングをかなり浴びせていましたね。まあ、そんなブーイングに対しては、ブー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 うるせえなっていうことで、あの、鈴木の選手がね、長岡のお客さんを罵倒しておりましたね。本当に長岡ってもう癖町だな、おい、つって、もうこんなとこ二度と来ることはねえなっていうことでね、言っておりました。まあね、それを横でね、デスペさんも聞いてたわけなんですけども、まあどう思ったんでしょうかね。ね、どうも思わないかもしれませんけどね。はい。まあ、そんなわけで、新潟市体育館大会に、まあ、続いていくということでございます。そこでね、ジュニアのタイトルマッチありますし、まあ、その後、まあね、横浜の方で、またヘビー級のタイトルマッチ、そして、まあ、横浜でもジュニアのね、タイトルマッチ組まれておりますのでね。はい。まあ、そこに向かって流れておりますと。で、本当にもう憎たらしいほどに鈴木軍が立派なヒールとしてね、活動していて、本当に、ノア全体のヒートアップにね、こう、つながっているというか、まあ、ノアが一丸となっても鈴木軍を倒さなくて、ベルト全部取られてるわけですからね、そういうヒートアップにもつながっているし、お客さんのね、ヒートアップにもつながっているし、当然、鈴木軍が好きで、ノアを見に来てくれてる人もたくさんね、増えた。ね、あのお客さんも増えてるし、なんかすごい、なんか相乗効果でいい感じですね、この鈴木軍っていうのはね、本当ね、人気ありますね。まあ、新日本にね、いると本当にケイオスも人気だし、バレットクラブも人気だし、本体好きだっていう人もいっぱいいるし、で、そんな中で鈴木軍っていうのもあったんで、どっか お互い、みんながやっぱ強烈だからね、こう埋もれてしまう部分もありましたけど、まあ、ノアに来てね、こうやって、伸び伸びとね、本当に暴れ回ってる鈴木軍ってすごいですよね。はい。で、この前の日ですかね、調印式があったんですよね、GHC ジュニアの。それを太一さんはこう、ボイコットしてたんですが、まあこの日になって、挑戦者石森
選手がね、お前チビだからまあいいよということで、ね、簡単な気持ちで、調書にサインしておりました。はい、でね、なんかチャンピオンらしからぬ、なんか、ふざけた書き方だったということで、後日ね、煽り V の中でね、そのサインの内容出てきましたけどね。はい。まあそんなノアの煽れない青化大会ございました。まあ非常に面白かったですね。その鈴木軍っていうのが非常にそのいいアクセントになっているというか、まあ私自体は非常に忠実な立場ですから、別に鈴木軍をね、押すわけでもなく、ノアのファンというわけでもなく、まあ、こういうのね、見ておりましたけど、やっぱ非常にやっぱりヒール、やっぱそのね、新日本とか、まあいいことでもあり、ちょっと弊害でもある部分があるんですけど、やっぱヒールでもみんな大好きみたいなところがあるじゃないですか。ケイオスだって人気あるし、マレットクラブだって人気あるし。でもヒールの本当に役割っていうのはやっぱ本当はこうね、嫌われなきゃいけないっていうふうな本職なんですけどね。でもやっぱかっこいい。で、結成された当時のね、マレットクラブとか本当に大ヒールでしたよね。まあ、あんまり新日本の、今の色合いにはそういう嫌われ者みたいなのは、ちょっとあんまり合わないのかなという気もしますが。ねえ。新日本のファンはね、優しいからみんな大好きになっちゃうけどね。ヒールもね。まあ、そんなにヒールって感じでもないのかもしれないけどね。いや、でも結成されたバレットクラブ、結成当初はね、本当いろんな試合に、本当介入介入で、お客さんのヒートを買ってた部分もあったしね。鈴木軍だってね、こう、小ずるい感じもそうだったしね。まあそんなのがやっぱ多団体というところで、やっぱ新日本から来た鈴木軍というね、そのヒールだし多団体という二重の要素があって、さらにお客さんのヒートを買う感じになってたので、ね、やっぱそれはすごい効果的なんだなというのは非常に感じましたですね。はい。まあそんなとこですかね。はい。ノアの煽れな青化大会でございました。はい。次回はですね、またお伝えしなくちゃいけないのが、またノアですね、次はね。ノアの、新潟市体育館大会ですね。です。これがですね、まあちょうどだから、このもう直の続きになるんですね。大会的にね、GHC のジュニアヘビー級選手権試合ね、対地対石森対地、そして GHC ジュニアタッグ選手権試合、チャンピオンエルデスペラード高見つく VS 大原はじめ剣王というね、そういうカードを含んだ大会でね、ございました。本当異例ですよね、この地方の、ね、普通興行で急にタイトルマッチ、組まれてましたからね。はい。まあね。まあそんな話はじゃあ次回したいと思いますんで、またよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。